川端です。よろしくお願いします。今回は慶応式高校の問題となります。円の問題ですけれども、三角形 ABC のこの内接円の半径を求めなさいという問題です。AB が2、角 A が60度、角 B が75度と分かっています。二通りで解説していきたいと思います。まず一つ目の解き方なんですけども、最初に言っておくとちょっと面倒くさい解き方になります。三角形のですね、内接円の半径を求めると言われたらですね、公式があるんですね。それはどんな公式かということなんですが、三角形 ABC、この面積を S とします。そうするとですね、今、この半径 R を求めたいんですが、半径 R はですね、この中心から接点結んだこの長さとして考えます。で、中心と接点結んだら、これ90度になります。で、ここも90度、ここも90度。で、それぞれ半径 R になります。で、この三角形 ABC をですね、3つの三角形にこうやって分けます。そうするとですね、この三角形 ABC の面積 S なんですが、3つの三角形 IBC。で、この三角形は A×R×1/2 で出ますね。A×R×1/2。つまり、1/2AR になります。同様にして三角形 AIC、これも B×R×1/2、1/2BR。ここも C×R×1/2、1/2CR。という具合になり、でこれはですね、1/2R でくくって、A+B+C と。つまりですね、これ公式として覚えておいてほしいんですが、この面積ですね。この面積は、1/2×半径×A たす B たす C。これは三角形の周の長さを表してますね。三角形の周。周りの長さ。なので、周りの長さと面積が分かれば、半径が出るよという式です。面積と周りの長さが分かれば、半径が出るよという公式になります。なので、目標はですね、面積と周りの長さを求めることとして考えていきます。そうすると、まずちょっとね、円抜きでまず考えてしまいますが、今ここ75度で60度ですが、これもう一つの角ですね。これが、60と75足して135なので、110から、135を引いてですね、これ45度になります。ここ45度と。そうすると、ここ45度、ここ60度なので、ここに垂線を引っ張りたくなってきてほしいんですね。そうすると、45、45、90度と、30、60、90度の直角三角形ができます。そしたらですね、比で1対ルート3対2、30、60、90度が1対ルート3対2。で、また、ここは直角二等辺三角形になって1対1対ルート2になるわけですが、ちょうど今ね、この AB の長さが2と出てるので、210ルート3。で、ここ直角二等辺三角形なので、ここルート3だったらこっちもルート3で、1対ルート2。なので、これルート2倍したら、ここからここはルート6という具合に出るわけですね。そうすると、今、この三角形のね、周りの長さがね、すべて分かりました。この周の長さが分かったよ。で、また、さらに、面積もですね、求められますね。底辺をこことして、底辺が1たすルート3、高さがルート3という具合になります。そうすると、面積が、括弧1たすルート3かけるルート3かける1/2、イコール1/2R、ちょっと半径ね、求めたいのは R としておきます。そうすると、1/2R、括弧 A たす B たす C、周の長さなので、2たすルート6たす1たすルート3と。2たすルート6たす、ルート3たす1という式が成り立ちます。で、これを解けば R が出るんですが、実はですね、この計算がちょっとめんどくさいんですね。やってみればわかるんですけど、これ2倍したらこう消えます。で、ここは、3たすルート3たすルート6ですね。つまり、3たす、ルート3たすルート6 R。で、ここが、1たすルート3かけるルート3ですが、ルート3で割ってしまいましょう。ルート3で割ると、3をルー
この辺ルート3で割ると1、ルート2、3をルート3で割るとルート3分の3で、3はルート3かけるルート3って考えると、約分してルート3になると。したがってルート3たす1たすルート2かける R イコール1たすルート3ということは、 R イコールにすると、分母はですね、なんと、1たすルート2たすルート3、まあ、ちょっと順番、ルート2たす1たすルート3にしておきましょうか。分のルート3たす1なんですね。で、高校入試はですね、基本的に分母有理化しなさいと言われてるので、これ有理化しなきゃいけないんですね。で、これがですね、多分普通の中学生はあまりやったことがないような分母の有理化になるので、ここで困ってしまうということになります。で、ただ困ってしまうんですけれども、一応できなくはないです。やってみますが、ここで何を使うかというと、和と差の積を使います。ここルート2たす1たすルート3って考えて、ルート2たす1引くルート3を、分母分子にかけます。ルート2たす1引くルート3をですね、そうするとちょっとこちら側に行きますが、ここカッコルート2たす1の2乗と引く、3と、でこっちがルート3たす1かけるルート2たす1引くルート3ですが、ちょっとバラバラにしましょうかね。ルート3かけるルート2でルート6、ルート3かける1でルート3、ルート3かけるマイナスルート3でマイナス3、1かけるルート2でルート2、1かける1でプラス1、ちょっと曲がっちゃった。で、1かけるマイナスルート3でマイナスルート3と。そうすると、ここがバサバサと消えて、で、こちら側がですね、ルート2たす1の2乗ですが、カッコルート2たす1の2乗は、2たす2ルート2たす1、つまり3たす2ルート2ですね。なので、ここが3たす2ルート2になるから、3引く3です。3が消えて2ルート2分のになります。で、分子が、ルート6たすルート2引く2ですね。ルート6たすルート2引く2ということで、最後、分母を有理化して、ルート2で割るんですね。ルート2で割ってあげて、2分のルート3たす1引くルート2と、分母分子をルート2で割ると、ね、このようになって、これが答えということになります。で、ただですね、先ほど言ったように、ここの計算ね、普通の中学生だったらね、もう間違いなく、息切れして、うわ、これどうやって有理化するんだろうと。やっぱりね、初めて見る式はね、やっぱりできませんからね。ちょっとこういうふうに、和と差の積を使ってやればできるんですけども、ちょっと大変かなと。またはちょっと細かいことを言うと、ルート2たす1の2乗で、3引く3で3が消えるからなんか、うまくできてますけどね。そういうところもあるので、ちょっと計算大変です、とにかく。じゃあ、これね、どうやって解くのかということなんですけれども、この60度をですね、ちょっとうまく利用します。60度を利用するってどういうことかっていうと、中心があって A を結んだときですね、ここ角度半分になります。まあ、なんで半分になるかって言われたらですね、こう引っ張ったときに、この2つの直角三角形が合同になるからですね。なんで合同になるかと言われたらですね、直角三角形の斜辺が共通で半径等しくて、90度ですね。つまり直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから合同ということになります。なので、ここが30度、ここは30度という具合になるわけですね。30度、30度と。ってことはですね、ここの AD もしくは AE、この長さが分かれば、いわゆる比1対ルート3っていう比を使えばですね、こう1対ルート3っていう比を使えば、AE の長ささえ分かればルート3分の1倍で半径が出ると。そこに注目するんですね。まあ、ちなみにこっち側でやっちゃうと、75度の半分で割った数、2で割った数ですね。半分で、2で割ったものっていうふうに考えると、2分の75度出てきてうまくいきません。
こっち45度でも2で割ると 22.5 度出てくるのでうまくいきません。これ60度だからうまくいくんですね。半分で30度で30、90、60度ができるよということなので、じゃあ AE の長さが分かればいい。じゃあ AE の長さどうやって求めるのかということなんですが、これはですね、接線の長さを求める、まあ、公式みたいなものを知ってると若干簡単に解けます。接線の長さを求める公式ですね。どういう公式かというと、こうありまして、こうありまして、ここを A、ここを B、ここを C とします。でその時に今これね、三辺の長さが分かってるという状況ですが、ここの X ですね、まあ、こことここは等しいわけです。この X を求める式なんですが、これ2分の A たす B 引く C で出ます。2分の A たす B 引く C で、これをですね、まあちょっと簡単に証明しましょうか。そんな難しくないです。こっからここの長さは A 引く X になりますね。で接線の長さ等しいので、ここも A 引く X になります。また、接線の長さ等しいので、ここと、ここは等しいので、ここは B 引く X。ってことは、ここも B 引く X。ってことは、A 引く X 足す B 引く X イコール C になりますね。カッコ A 引く X 足すカッコ B 引く X イコール C と。で、これは X について解くと、マイナス 2X イコール、マイナス A 引く B 足す C で、で最後マイナス2で割ると2分の A 足す B 引く C という式が出てきます。2分の A 足す B 引く C と。ということで、今この三角形の周の長さがですね、ここルート6、こっからここが1足すルート3と出てますので、そうすると、この式ですね、を使ってあげて、まあ、別にですね、この公式覚えてなくても解けるんですよ。方程式のように、ここ X と置いてってやってってもできるんですけども、まあ、知ってると、パパッと出るよということで、そうすると、ここ X とするとですね、ここの X は、ちょっとどこに書こうか、ここ書こうか、X イコール2分の、2たす1たすルート3。2たす1たすルート3引くことのルート6と。と出て。で、これを計算すると、2分の3たすルート3引くルート6と出るわけですね。はい。で、これが X なので、これをルート3分の1倍したものが答えです。なので、R はこれをルート3分の1倍すると。そうすると2分の3足すルート3引くルート6かけるルート3分の1倍と。ということで、これを計算するとですね、ルート3分の1倍したら、ここ約分それぞれできて、3をルート3で割ったらルート3足す1引くルート2ということで、同じ式出てきますね。R イコール2分のルート3足す1引くルート2という具合に出るよということです。ということでですね、これ結構大変ですね。まあこっちの解き方だとしてもですね、ちょっと大変になってくる問題かなというふうに思います。ただやっぱりね、ちょっとさっきから言ってますが、内接円の半径の公式をですね、使おうとすると、うんうんうんってなってしまうので、ここでちょっと方向転換できたかどうかっていうのも一つポイントかなと。この接線の長さ分かればルート3分の1倍で出るよってことなのでね、ちょっとね、もう、なんか、もうこれ、内接円の半径って言ったらこの公式っていうのはあるんですけれどもね、もうそれでダメだったらちょっと方向転換しなきゃいけないっていうことで、そこまで含めると、まあちょっと難しい問題だったかなというふうには思います。わかったかな？以上で解説を終わります。では。